皆様こんばんは、ささやき女官アクアです。美人ギャラリーはバイエルン王ルートヴィヒ一世によって集められた美しい女性の36の肖像画のコレクションで、ミュンヘンのニーフェンブルク宮殿の南パビリオンの部屋に存在します。それらは1827年から1850年の間に描かれました。バイエルン王ルートヴィヒ一世はとにかく美人が大好きで、挙句の果てには宮殿の一角にこの美人画ギャラリーを作った王様として有名です。ちなみにバイエルン王ルートヴィヒ一世とはオーストリア皇后として有名なエリザベトの母の兄、つまりエリザベトの叔父にあたる人物です。ギャラリーを飾る女性の選考基準はあくまで自分の美意識のみ。靴職人の娘から王女まで、貴賤には全くこだわりませんでした。それでは今日は美人ギャラリーに飾られている美しい女性の36の肖像画をご紹介したいと思います。オーギュスト・ストローブル。オーギュスト・ストローブルはバイエルンの王室の主任会計士の娘です。彼女がどのようにしてルートヴィヒ一世の注意を引いたのかは不明ですが、王は彼女に詩を書きました。王は宮廷画家シュティーラーに彼女を描かせましたが、画家シュティーラーの最初のバージョンは彼女のガチョウのような首を強調しすぎて不評でした。そのため画家シュティーラーは再び彼女の絵を描きましたが、今度はネックレスで首がいくらか隠されている状態だったことが不評でした。ルートヴィヒ一世はシュティーラーの両方のバージョンをギャラリーに配置することを一時的に検討したものの、最終的には2番目のバージョンのみを使用することを選択しました。マクシミリアン・ボルザーガ。バイエルンの医師の妻です。イザベル・フォン・トラウフキルフェン・エンゲルベルク、伯爵夫人です。アマリー・フォン・レルフェンフィルト。アマリーの母親は皇帝ニコラス一世の妻であるアレクサンドラ・フュードロヴィナ皇后の叔母で、アマリーは非嫡出子でした。アントニエッタ・コーネリア・ビッターライン。シャルロッテ・フォン・ハーゲン。シャルロッテはビーダーマイヤー時代のドイツの女優でした。ナネット・カウラ。ナネットの夫は銀行家でした。アンナ・ヒルマイヤー。レジーナ・ダグセンバーガー。ジェーン・エリザベス・ディグビー。ジェーンはイギリスの貴族で、その驚くべき恋愛生活とライフスタイルで有名です。ジェーンは4回結婚したので4人の夫とまた多くの恋人がいました。最終的にはシリアのダマスカスでアラブの部族長の妻として亡くなりました。マリアンナ・マルケサ・フロレンツィ。マリアンナはイタリアの貴婦人であり、哲学作品の翻訳者でした。バチネッティ伯爵の娘である彼女は文学教育を受け、哲学作品を読むことに専念し、彼女は19世紀前半にペルージャ大学で自然科学を学んだ最初の女子学生の一人でした。政治的にはイタリアの国民運動を支持し、1850年に社会主義と共産主義に関するいくつかの考察を発表しました。そして、当時の教育を受けた女性の文化的な集まりであるサロンのホステスになりました。また彼女は40年間、バイエルン王ルートヴィヒ一世の恋人であり親友でした。彼は政府の問題などに対し彼女のアドバイスを求めました。アマリー・フォン・シントリング。
ヘレン・セドルマイヤー。ヘレンは靴職人の娘です。当時おもちゃ屋で働いていた彼女はおもちゃを宮殿に届けた時、バイエルン王の目に留まりました。アイリーン・フォン・パラビチーニ。キャロライン・フォン・ホルシュタイン。キャロラインはドイツの貴婦人です。ジェーン・アースキン。ジェーンの夫はスコットランドの政治家です。テレサ・スペンス。マチルド・フォン・ヨルダン。マチルドの夫はドイツとオーストリアの政治家です。ビスマルクの反対者として彼はオーストリアとプロイセンの間の政策を締結しようとしました。ビルヘルミーネ・スルツァー。ルイーゼ・フォン・ノイベック。アントニー・ボリンジャー。ロザリー・ジュリー・フォン・ボナール。ゾフィー・フリーデリケ・フォン・バイエルン。バイエルン王女ゾフィーはバイエルン王マクシミリアン一世の娘でルートヴィヒ一世の妹です。彼女の長男フランツ・ヨゼフはオーストリア皇帝として君臨しました。カタリーナ・ボツリス。カタリーナは1818年または1820年にヨアニアで生まれました。彼女の父はギリシャ革命の首長であり英雄でした。ギリシャ革命が勃発した時、彼女は当局に捕らえられヨーロッパの領土内のオスマン帝国の遠い土地に移されました。監禁されている間、彼女は上流階級のオスマン帝国の女性の保護下に置かれ養子とされました。しかし結局捕虜交換の後、彼女は家族の元に戻り、後に彼女は新しく創設されたギリシャの州に行き、ギリシャの帝臣としてギリシャのアマリア女王に仕えました。1843年以前はその宮廷はほとんどがドイツ人で構成されていたので、彼女は数少ないギリシャの帝臣の一人でした。1845年に彼女は王子で将軍のジョージ・カラジャと結婚しました。キャロライン・リジュース。エリーゼ・リスト。プロイセンのマリー・フリーデリケ。マリーはバイエルン王マクシミリアン2世との結婚によりバイエルン王妃になりました。ルートヴィヒ2世とバイエルン王オットーの母です。フリーデリケ・フォン・グンペンベルク。カロリーネ・フォン・エッティング・ウォーラーシュタイン。エミリー・ミルバンク。エミリーの夫はミュンヘンのイギリス使節です。ジョセファー・コンティ。ジョセファーはミュンヘンで家事使用人の長女として生まれ、1840年に15歳で45歳の画家アントン・コンティと結婚しました。彼らはミュンヘンのロイヤルレジデンツ近くに住んでいたため、バイエルンのルートヴィヒ一世に知られるようになりました。その後画家の夫が亡くなると、彼女はミュンヘン地区の地区評議会議員と結婚し子供を設けました。バイエルンのアレクサンドラ・アマリー。アレクサンドラ・アマリー王女はドイツの王女で作家です。アレクサンドラはバイエルン王ルートヴィヒ一世の8番目の子供として生まれました。少女時代に父親ルートヴィヒ一世は
美女ギャラリーに飾るための彼女の肖像画を描かせました。1852年アレクサンドロは文学のキャリアを始めました。彼女の文学的業績にもかかわらず、彼女は多くの心理的機構に苦しんでおり、病的な潔癖症で清潔さに固執し、白い服だけを着ていました。20代前半、彼女は特に子供の頃、ガラス製のグランドピアノを飲み込んでいたという妄想を抱きました。アレクサンドラは結婚はせず、代わりにミュンヘンとブルツブルグの王立支部の修道院長に任命されました。オーギュスト・フェルディナンデ・フォン・エステル・ライヒ。オーギュストはバイエルン王ルートヴィヒ一世の息子、ルイポルト王子の妃です。彼らにはバイエルンのルートヴィヒ三世を含む4人の子供がいました。ローラ・モンテス。芸名ローラ・モンテスでよく知られているアイルランドのダンサー兼女優です。バイエルン王ルートヴィヒ一世の愛人として有名になりました。しかし1848年の革命の開始時に彼女は逃げることを余儀なくされ、オーストリア、スイス、フランス、ロンドンを経由して米国に進み、結局エンターテイナー及び講師としての仕事に戻りました。マリア・ディーチュ。アンナ・フォン・グライナー。カルロッタ・フォン・ブライトバッハ・ビュレスハルム。カルロッタは伯爵夫人です。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画をお楽しみいただけましたら、いいねのマークを押してくださいね。またチャンネル登録とベルマークの通知設定の方もよろしくお願いいたします。皆様とまたお会いしたいと思いますので、ぜひささやきにょかんの館へまたお越しくださいませ。